東月奈良街道は、大阪から、伊駒山地の倉峠を越えて、奈良に至る街道であり、奈良街道、伊勢山宮街道の一つである。奈良県区間が、日本の道百選に選定されている。倉峠南場から東進、箱殿で、東高野街道と交差し、伊駒山中を上り標高455メートルの倉峠を越えて、大和国へと入り、伊駒谷と室木峠を経て、 道はやがて奈良へ至る。大阪側の起点は古来、玉造り、または中道村の二軒茶屋だったが、1876年の李帝原表設置時に高麗橋東図面へと移された。二軒茶屋、奈良間の距離は八里八丁であった。倉峠は約50メートルの石畳の道となっており、そばに大神宮灯籠や往年の道標などが見られる。 坂を降り始めると道筋には斜面の棚田が広がり、石仏寺、工房大師堂などの古寺や石仏が多く、残されて、暗がり峠旅行く場所と記された石碑もある。街道の中間付近にあたる安峠から伊古谷への道は急斜面の坂道である。奈良川の終点は、現在の奈良市三条町にあたる三条口で三条通りへと接続した。 江戸時代に脇王館として整備され、往来も盛んで沿道は、郡山藩の本陣や、旗子、茶店が立ち並んでいた。明治23年港町駅、奈良駅間に大阪鉄道が開通後は、賑わいもさびれた。近年は歴史を探望する格好のハイキングコースにも、なっている。奈良川の呼び名は、安越大阪街道である。奈良市三条町から、生駒市。 西端安藤家までの約 13.3km 区間が1986年8月10日の道の日に旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選の一つに選定されている。奈良県区間の大部分と大阪府区間の一部が現在の国道308号と重複する。現在の玉造駅の東側にあった二軒茶屋。 大阪方奈良へ向かう出口に当たった。何は百景より奈良時代に南波と平城景を最短距離で結ぶ道として設置された。この時代は、先森や等朝鮮の外国施設もこの道を通って平城景と行き来した。五機内市では南都道と表記されている。江戸時代には大名の三勤路にもなっており、山戸郡山藩の本陣が倉峠の村に置かれた。 廃人としてよく知られる松尾芭蕉が1694年菊の節句9月9日に最後の旅路でこの街道を通った際に菊の香に暗がり越ゆる節句家のの句を読んでいる。1801年間の河内名所杖には大阪より山と及び伊勢三宮堂となり峠村には茶屋旅館大使の記載も見られ江戸時代後期には 庶民の伊勢三宮道としても利用された。近世までの起点は、玉造りで安藤寺橋通に直結していた。明治時代に道路原表の置かれた高麗橋東詰めに起点が変更された。玉造りの東隣に位置する東成郡中道村の村名は、安越奈良街道に由来すると言われている。大正時代に大阪奈良間に鉄道を付設する際のルート案の一つとして、 この街道を沿う形でケーブルカーを設置する案があった。採用されたのは峠の少し北側の生駒山腹に長大トンネルを掘るという案で現在の生駒トンネルとなった。現在は国道308号及び大阪府道奈良県道702号大阪平岡奈良線がこの街道をほぼそのまま踏襲している。河内街道と安越奈良街道の交点。左右方向が 河内海道、左に映っている石表に、すぐ石切り氷炭酸なら、左隅の道四条なわてと確認できる。ありがとうございます。